はい。それでは、始めさせていただこうと思います。新年明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。まずですね、画面シェアさせていただきました。ちょっと待ってくださいね。はい。本日は、オープン LM レポートについて説明させていただこうと思います。僕はオープン LM ジャパンでカスタマーサポートさせていただいている吉田と申します。オープン LM でもカスタマーサポートをやらせていただいております。それでは始めさせていただきます。まずオープン LM についてなんですけれども、規模は小さいながら多国籍企業でして、インド、ヨーロッパ、イスラエル、アメリカ、日本、さまざまな国の人たちが働いております。それでですね、本社はイスラエルで2007年に設立されております。で、15年間のエンジニアリングソフトウェアライセンスの管理をするソフトですね。それを作ってきたノウハウがございます。世界中で1200社以上のお客さんに使っていただいております。で、他社の評価なんですけれども、お客さんですね、5点満点中4点台を出すので、高い評価を得ていると思っております。それで様々な国の1200社以上のお客さんということで、様々な国の会社さんがお客さんになってくれてるんですけれども、結構大きな会社さんが多いです。ユーザー数が1000人を超えるような、例えばモータローラさんとかですかね。はい。それではいろいろなレポートをデモ機で見てみましょう。これ、OpenAM サーバーの、ブラウザーのインターフェースですね。EasyAdmin って呼んでいます。これでレポートを見ていこうと思います。まず、デモ機なのでデータベース、実際にライセンスサーバーにインストールされているブロッカーとつながってないので、赤く表示になってるんですけれども、つながってないので、これはしょうがないです。つながってる場合は、こういうふうにアップトゥーデートっていうふうに表示されます。それでは順を追って説明していこうと思います。まず、ライセンスサーバーにブローカーがインストールされていて、ブローカーがライセンスマネージャーのライセンスアウトプットとか、チェックアウトとかチェックインですね。そういった情報とかログの情報をオープンサーバーに送ります。で、ライセンスファイルの情報も送られてくるので、ここで、ライセンスマネージャーサーバーっていうことで、数量があるんですけれども、ライセンスファイルの中身を見たことがある方はご存知かと思いますけど、フィーチャーごとに40とか50とか、そういった数があるので、その合計数が出てきます。なので、800とか900とか、そうなってもおかしくはありません。で、ここで、使用数ですね。実際にユーザーさんがチェックアウトした時の使用数も、ここで出てきます。それでは順を追って説明していきます。まずですね、例えばノートパッドとか立ち上げて、はい。今、チェックアウト、アプリケーションを立ち上げたので、今のオートパッドでやってますけど、オートデスクとか、そういった、ネットワークフローティングライセンスのアプリケーションを立ち上げると、
ライセンスサーバーにその情報が行って、ブローカーが読み込んだデータがオープンサーバーに行きます。それでチェックアウトしたよっていう情報がここに来て、数量が表示されます。これで、例えば使っている、僕がチェックアウトしてるので、僕のユーザー名ですけれども、これで、使っている時間、開始時間ですね。でき、使っている時間ですね。で、ワークステーションにエージェントをインストールしていると、アイドル時間も使っていない時間も監視できます。このライセンスサーバー、ライセンスマネージャーですね。ライセンスマネージャーサーバーっていうレポートは、各ライセンスサーバーにインストールされたブロッカー、中央一括管理ですね。その情報をここに一括で集めて、何が使われているかっていうのを見ることができます。それでは次のレポートに移ります。ホスト稼働状況ですね。今日はデモなのでフィルターを使わせていただきます。ここで選択できるんですけれども。はい、こういうふうにライセンスサーバー、各ライセンスサーバーのが稼働しているか稼働していないかっていうのを一目で見ることができます。はい。次にですね、アラート。このアラートはですね、OpenM サーバー自体がブロッカーとかで、データ、ちゃんとプロセスできてるか、ちょっと失敗したときとか、そういった、アラートですね。エラーがちょっと出ちゃったよっていうような、そういうシステムのエラーとかを、報告してくれるウィンドウになっております。直近の拒否のフィーチャーですね。ライセンスサーバーから、ユーザーがアプリケーションを立ち上げると、ライセンスリクエスト、ライセンスをチェックアウトするリクエストがいきます。その時、ディナイアル、拒否を受けると、数が足りないとか、数がいっぱいだったとか、何らかの理由で拒否を受けると、ディナイアルになります。その拒否の数をカウントするレポートですね。で、ここで直近になってるんで、直近の30分以内とか、まあ、履歴もできますね。過去7日間とか。ここで、調節するんですけれど。こういうふうに、拒否数を見ることができます。デナイアル数ですね。で、フィーチャー使用状況。このウィンドウですね。はい。で、先ほど説明させていただいたように、ライセンスファイルでフィーチャーごとに50とか40とかって合計数が、1000とか800とか、そういうふうになってしまうんですけれども、フィーチャーごとに個別に見たいよっていうときには、ここで、フィーチャーを追加できます。フィーチャーを追加してあげると、ここで一覧で個別に見ることができます。個別の数量と個別にチェックアウトされている、使用されているライセンス、そういったものを見ることができるようになっております。はい。次は使用中のライセンスですね。これ先ほどお見せした、あれですね。この Windows です。ここからも行きます。はい。こういうふうに、ライセンスをチェックアウトしたユーザーさんの一覧を見ることができます。リリース済みライセンスですね。各ワークステーションにエージェントをインストールしている場合、OpenM サーバーの命令で自動的に閉じてよとか、アプリケーションを閉じてよとか、ライセンスを開放してねっていう、そういうような、機能を使うことができます。ここでは、そのリリースされたライセンス、その一覧を見ることができます。はい。このように、OpenM が閉じたよとか、ユーザーが自分で閉じたよとか、そういうのを一目で見ることができます。
次にマネージメントですね。ブローカーですね。各ライセンスサーバーにブローカーがインストールされているので、そのブローカーの情報ですね。その一覧がここに出てきます。ブローカーのバージョンだったり。ここから、一斉というか、リモートでブローカーを、最新のバージョンにアップデートすることもできます。そういった機能になっております。で、ライセンス。これは、ライセンスファイルから、情報を読んでますね。例えば、このライセンスサーバーの、オートデスクですね。フレックス LM のオートデスク。このプロダクト、フィーチャーっていうのがグループで親になってて、このフィーチャーがたくさんあるっていう感じになってますね。これ、ライセンスファイルの構成そのままです。ここで、例えば、調達っていうところに行くと、レポートからでも行けるんですけども、ライセンス調達ですね。ここからも行けます。これで、そのライセンスの有効期限とかを見ることができます。永久ライセンスだとパーマネントとかパーペチュアルとか、そういうふうになってるんですけれども、ここに有効期限の日付が出てくるはずです。で、未使用のライセンスですね。ちょっと、日付指定が長、期間が長いので時間がかかっていますけれども。この期間に、このライセンスサーバーのこのフィーチャー、これだけの数量使われてないよっていう報告が上がってきます。ですので、例えば、社員さんが異動になったり、退社したり、プロジェクト異動になってライセンスが放置されてるよっていうのを調べるには、いいレポートになっております。ライセンス使用率ですね。他のウェビナーでも説明させていただいているように、これが結構重要なレポートになってきます。何も使ってないとき 100% 利用可能だよっていうようなグラフですね。で、これ47とか50とか同時使用数ですね。これでサービスの品質とかっていうのを決めれて、これ意味的には95% の確率でユーザーさんがライセンスをリクエストしたときにチェックアウトできるよっていう、そのサービスの、じょ、あの、で、あの、ボーダーですね。線引きなんですけれども、ここに出てきます。クオリティオフサービスですね。なので、上限が146あるとすると、95% の確率を目指すんだったら120個で十分だよっていうようなグラフになっています。なので、減らそうと思えば10とか、そういったライセンスを減らすことができるようになっております。それでもちろん、生のデータですね、ローデータですね、エクスポートすることが、CSV でエクスポートすることができるようになっております。で、アクティブユーザーですね。ブローカーがそのライセンスサーバーの、ログとか、ライセンスアウトプットとか、オプションファイルを読み込んでくるので、自動的にユーザーとか、チェックアウトしてるですね、ライセンスをチェックアウトしているユーザーとかの情報が入ってきます。
それをデータベースに保存してるんですけれども、実際にライセンスを使っているユーザーさん、アクティブユーザーさんのリストをここで見ることができます。ここで過去90日間アクティブなユーザーとか、そういうような見方ですね。はい。それではレポートですね。プロジェクトの使用状況。プロジェクトなんですけれども、これ各ワークステーションにエージェントをインストールしないと、プロジェクトで使用したっていうような、データの収集ができません。その専用のレポートになっております。で、はい。これを見る限り、今日ですね、トレインデザインっていうプロジェクトでしか使ってないよっていうような感じになりますね、ユーザーさんが。はい。で、これで表で、使用時間とか見ることができるようになっております。あと、グループですね。OpenLM でもオプションファイルでもグループが作れると思うんですけれども。はい。グループに属していない人たちが、大部分ということですけど、こういうふうに、グループに属している人の使用時間ですね。そういったことも見ることができます。ちょっとサンプルとしては、あんま良くないパイチャートになってますけれども。はい。こういうふうに、グループごとの時間も出てくるようになっております。ライセンス使用状況ですね。はい。他のウェビナーでも説明させていただいている主要なレポートになっております。上限数が146ですね。それで時間の推移とともにどのくらい使ってるかっていうのが出てきます。ピーク時でも133個ってことですね。なので10個は減らせるんじゃないか。そのまま余裕を持ってもいいと思うんですけれども。そういうような表になっております。もちろん、CSV でエクスポートできます。で、ヒートマップですね。これで使ってない時間、時間で見れるんですけれども、使ってないときは緑、濃い緑色で、使っていくに従って寒暖色ですね。使い切ると赤になります。これで一目で見ることができます。それで、例えば、週末を無視したり、勤務時間の日を考慮するっていうふうにすると、もっと見やすくなると思います。ちょっとこれ、データベースが海外のお客さんのデータベースを、暗号化して使ってるので、時間帯がちょっと合わないかもしれないんですけれども、ここで、赤になってますね。赤が多いと、やっぱライセンスが足りないねってなるんですよ。緑とか黄色とかオレンジが多いと、ライセンス減らせることもできるかもしれないので、そういった検討につながると思います。で、ライセンスアクティビティなんですけども、期間を指定して見ることもできるんですが、ここでその時の時間帯で見ることができます。この時の誰が使っていたかっていう一覧ですね。このユーザーさんが何時から何時まで使っていたよっていうようなレポートになっております。で、このライセンスアクティビティの便利なところはグルーピング機能があって、ユーザーごとに集計してくれますね。その期間で、同じユーザーで、時間を集計してくれます。
あと、まあ、フィーチャーごとでもできますし、グループごとでもできますし、プロジェクトでもできます。はい。で、ライセンスアロケーションですね。ネットワークネームドライセンス、ネームドライセンスですね。ネームドユーザーライセンス、その一覧を見ることができます。このライセンスサーバーのこのフィーチャーが、このユーザーに、ライセンスが割り当てられているよっていう、そういう一覧を見ることができます。そういうレポートですね。で、ネームドライセンスなんですけども、先ほど言ったネットワークネームドライセンスなんですけど、その専用のレポートもこういうふうにあります。ただちょっとデータがないので表示できないんですけれども、こういうレポートもあるっていうことをご承知ください。で、拒否ライセンスですね。はい。こういうふうに、ユーザーごとに拒否数がどれぐらい、デナイラーがどれぐらい出たかっていうのを見ることもできますし、あと、そうですね、一番使う形だと、時間ですかね。一日のような感じで、ずっと。はい。この時間帯にこの拒否、あの、これ、これだけ拒否数が出てるよっていう。デナイアル数が出てるよっていうことで、ライセンスが足りてないんじゃないかっていう、そういうような、検討になります。グループごとのフィーチャーの、使用状況ですね。はい。グループに何も属していない、ユーザーさんのデータっていうのは、OpenLM Everyone っていう方に集約されます。なので多いんですけど、赤が多いんですけれども、こういうふうにグループごとに、使用時間が、集計されています。ちょっと少なくて見にくいかもしれないですけど。はい。あと、ユーザーごとのフィーチャーですね。はい。このユーザーさんが、この色のフィーチャーを何時間使ったかっていうのが、一覧で見る、棒グラフで見ることができます。あと、トークンフレックスですね。トークンフレックスは、フレックス NM の、オートデスク専用のレポートです。オートデスクのトークンフレックス専用のレポートなんで、その他の、ライセンスマネージャーでは使えないんですけれども、はい、こういうふうに、トークンと、消費時間っていうのを見ることができます。一覧で。で、グラフですね。まあ、トップ10が出ますね。最も高いの、最も使用したの、パイチャートになって見ることができます。それでトークンフレックス、オートデスクのトークンフレックスなんですけども、ユーザーさんが二重にトークンを消費しているっていう一覧も出すことができます。ちょっと、その二重に消費したユーザーさんのデータがないので表示できないんですけども、そういった一覧を見ることができるっていうこともご承知ください。で、同じですね。リリースされたアイドルライセンスですね。トークンフレックスで。
そういったものも一覧で見ることができます。これもちょっとデータがないので、表示できないんですけれども、ご承知ください。あと、オプションファイルはちょっとレポートと関係ないので、省かせていただきます。で、あともう一つですね、ワークステーションっていうのがございます。はい。エージェントを各ワークステーションにインストールすると、ユーザー名とか、ワークステーション名とか、あと、IP アドレスとか、そういった情報を送ってくれます。で、例えば僕のワークステーションに、エージェントインストールされているので、はい、出てきます、ね。これ、今オンラインだっていうことですね。つながってるよ。はい、レポートについては、以上になります。主なレポートだけ説明、他のウェビナーでは主なレポートだけ説明させていただいてたんですけども、今回は、各レポートをちょっと、短いですけども、紹介させていただきました。それでは、スライドに戻ろうと思います。それでですね、今見たのが定型レポートなんですけれども、自分ではカスタマイズできません。ただ自分でレポートをデータベースから作りたいよっていう場合は、弊社レポーティングハブっていうシステムがございます。で、Power BI を利用しますね。で、どういう仕組みかというと、OpenAM サーバーにデータベースがあります。MySQL とか MSSQL とか Maya Database を使っていると思うんですけれども、そのデータベースが OpenAM サーバーにあります。これを別のデータベースに、データを ETL で、集約したり、計算したり、Power BI が使えるように、データの構造を変えて、他のデータベースに移します。 Postgres とか MySQL とか MSSQL ですね。それでそのデータベースと Power BI をつなげて、レポートを作成したり、編集したりすることができます。まあ、こういうようなレポートですね。で、実際に、見てみようと思います。すいません。ちょっと時間かかりましたけども。はい。こういった定型レポートっていうのは、用意されております。はい。すでに用意されております。まあ、こういうのを改造してもいいですし、はい。こういったものを改造してもいいですし、まあ、フィルターとかでも、フィルターで、データを変えることができます。はい。ただ、自由に作るっていうときには、ここに、ドラッグ&ドロップでできるようになっているので、例えば、こういうふうに、はい。いや、こうやって、フィールドを組み合わせていくと、自分の好きな、テーブルっていうか、表を、レポートを作っていくことができるようになっております。はい。それでは、レポートの説明については、今日はこれで終わらせていただきます。
今後のウェビナーの予定なんですけれども、順番や内容は多少変更がある可能性はありますが、あと2回、計画しております。2月と3月ですね。次は、オープン AM クラウドです。今までの説明、今までのウェビナーはオンプレミスだったんですけれども、オープン AM クラウドについて説明させていただきます。で、3月は監査とコンプライアンスですね。で、案内、営業の方から案内が SNS とか E メールで行くと思いますので、興味があればご参加ください。また、デモとかご希望のお客様は言ってくだされば、僕がデモ機を使ってデモをしますので、よろしくお願いいたします。それではご清聴ありがとうございました。はい、それではですね、アンケートを取らせていただきたいと思います。1分間待ちますので、回答していただけると、ありがたいです。はい、ありがとうございました。それでは、引き続き質疑応答に移らせていただこうと思います。営業の方から評価版の提案もお願いしますということなんですけれども、弊社のオープンエムサーバー、はじめ、いろいろなコンポーネントを、ウェブサイトからダウンロードできます。で、まず最初は、無料トライアルしたい場合は、フォームで登録していただけると、営業の方から、ライセンスファイルと、あと、ダウンロードリンク、送ってくれると思いますので、はい、30日間無料で使えますので、全機能使えますね。はい、ほぼ全機能使えると思います。はい。その他、ご質問とかございますでしょうか。手を挙げていただいても大丈夫だと思います。はい。それでは、ご質問がないようですので、本日はこれで終わらせていただこうと思います。本年もよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。